白石広報白井2023年11月1日号白石はときめきと緑あふれる開活都市を目指します発行白石郵便番号270-1492住所白石福福 1123電話047-492-1111ファックス 047-491-3510URLhttps コロンスラッシュスラッシュ www.city.shroi.chiba.jp i スラッシュ 制作、白石音訳ボランティア山彦。白石の人口、9月末日現在、62,784人、マイナス60人、男、31,282人、マイナス32人、女、31,502人、マイナス28人、世帯、 27,079世帯プラス7世帯11月1日号の主な内容1・表紙2・市民文化祭・市長メッセージその他3・令和5年度上半期・市の財政事情その他4・イベント募集・健康福祉 5. 講座公演。6. シニア案内。7. お元気ですか管理栄養士です。8. インフォメーション。9. 相談。出張所での住民票等の発行日。新鮮朝市。0. 文化センター。11. 腰に優しい梨収穫用エプロンをシルバー人材センターが製作その他12エンディングなお講座などの申し込み開始日は1日8時30分から受付休急所・休館の場合は翌日です2市民文化祭 文化で輝きのある街を創造しよう市民の皆さんが日頃取り組んでいる芸術・文化活動の成果を発表する市民文化祭が始まります2日木曜の一般作品の展示から26日日曜のダンスフェスティバルまで展示や舞台発表など多彩な催しが繰り広げられます 文化センターを主会場に開催しますので、友達や家族と一緒に見学したり、催しに参加してみませんか日程や催しの詳細は表の通りです。表、展示大会部門、学校部門。部門、展示概要、日程、会場、開催時間の順に読みます。部門 一般の作品展示など展示・概要写真絵画一貫張り陶芸工作手工芸己書書道日程2日木曜から5日日曜会場文化センター2階香りホール菊花・2日木曜3日祝日 さつきの苗木配布3日祝日4日土曜文化センター駐車場盆栽山野草生け花フラワーアレンジメント3日祝日4日土曜文化センター2階研修室開催時間はいずれも9時30分から16時30分最終日15時まで催し お茶席、3日祝日、裏千家、4日土曜、円周流、文化センター2階、香りホール楽屋、和室、10時から15時、事前予約制、予約は伊藤、電話、090、7459 29、2931、将棋大会、3日祝日、延命寺、平塚、 9, 9時から受付9時30分から大会 YY ゲーム縁日ボードゲーム大会5日日曜市役所東庁舎会議室10113時から16時自由参加学校部門展示幼稚園児作品 9日木曜から15日水曜なお13日月曜は休館文化センター3階ギャラリー郷土資料館小中学校児童生徒作品キャンパスピッシュの子どもたちの絵10日金曜から15日水曜なお13日月曜は休館文化センター2階香りホール 研修室開催時間はいずれも9時から17時最終日幼稚園作品は15時までその他は16時まで表終わり表舞台部門会場文化会館なし坊ホール行事名日程出演者開演時間の順に読みます行事名 芸能祭、日程、三日祝日、出演者、白石芸能振興会、白石銀栄会、黎明銀栄会など、白石民劇団ポピンズ演劇、英語劇教室演劇、開演時間11時から、第36回白石民音楽祭、 11日土曜、千葉ニュータウンシニアアンサンブルノービレ、コーラスアムール、混声合唱団時など9団体。12日日曜、糸の会、親父ってブラボー合唱団、女性合唱団コーラルリーフなど10団体。時間はいずれも13時30分から。 ダンスフェスティバルボリュー十2 2 2 6日日曜ビートバイドジャムオンラインコンテスト表彰式入賞者の発表 ST モダンダンスコパンドダンセフラサークルケオケオなど15団体12時20分から表終わり問い合わせ障害学習課 電話4921123視聴メッセージスポーツ文化芸術が盛んなまちづくり新型コロナウイルス感染症が5類に移行し5ヶ月が過ぎました本格的に地域活動が再開し行事やイベントなどが盛んになり市民同士の活発な交流により 街全体が元気を取り戻ししてきましたこのような中10月1日日曜には第38回白い梨マラソン大会を全国から約2,500人のランナーを迎え開催しましたこのマラソン大会は健康づくりと白いの梨を全国に広めることを目的として昭和61年にスタートし例年 市民はもとより、多くのランナーが楽しみにしている大会です。11月は、文化芸術の祭典である文化祭が開催され、市民の皆様の文化芸術の発表があります。私はこのようなイベントを通して、市民の皆様の健康づくりや生きがいづくりを支援し、人や町が元気で、 魅力ある街を築いていきたいと考えています市民の皆様文化芸術の秋を一層楽しむため文化祭にぜひご来場ください最後になりましたがイベント実施にあたり企画運営に携わった皆様に心から感謝申し上げますとともに今後開催されるイベントの正解をお祈りいたします 白石町笠井菊男令和5年度白石地区防災訓練に伴い大山口小学校区で防災行政無線が流れます日時11月5日日曜8時8時15分8時20分9時からの計4回問い合わせ危機管理課電話401 四六五零。Q. R. コードあり。三。令和五年度上半期。市の財政事情。令和五年度の一般会計予算は。二百十三億千二百九十万八千円で編成され。その後の補正予算。八億六百八十九万九千円と。令和四年度から。 令和5年度に繰り越した予算8億494万3千円を合わせた予算減額は229億2475万円となりました。補正予算による増額の主な内容は、新型コロナワクチン接種に要する経費、出産・子育て応援事業、及び住民税非課税世帯等に対する 価格高騰支援給付金、給付事業に伴うものです。表、一般会計、歳入、9月末時点、科目、予算減額、収入済額の順に読みます。科目、6項目、資税、予算減額、96億2951万8000円、収入済額、 57億4595万7万七千円。地方消費税交付金、15億2610万円、8億1625万円。地方交付税、17億5600万円、11億7025万4千円。国県支出金、53億8715万円。 11億3140万5千円。繰越金3億9818万8千円、13億5131万円。その他42億2779万4千円、6億111万4千円。歳入合計 億億万万円108億万円一般会計歳出出月末時点科目予算減額積み額支の順に読みます科目8項目総務費予算減額24億9432万9000円。 支出済額9億9253万4000円民生費87億8082万円38億7071万3000円衛生費22億7206万6000円8億4060万2000円土木費26億4251万円 5億4791万6000円消防費12億3076万円8億699十7000円教育費30億7777 77万8000円11億4179万1000円交際費 18億4153万5000円、8億8349万6000円、その他、5億8495万2000円、2億5584万6000円、歳出合計229億2475万円、93億3989万5000円、 特別会計、9月末時点会計、予算減額、収入済み額、支出済み額の順に読みます会計、3項目国民健康保険歳入、予算減額60億8340万6 0円収入済み額27億9187万2 0円 歳出60億8340万6000円。支出済額21億4438万8000円。介護保険、歳入44億2143万8000円。22億1076万3000円。歳出44億2143万8000円。 17億3439万9万九千円後期高齢者医療歳入9億3051万4千円4億2811万9万九千円歳出9億3051万4千円2億3397万5万五千円 公営企業会計9月末時点会計予算減額収入済み額支出済み額の順に読みます会計収益的収支2項目水道事業歳入予算減額6億3541万5000円収入済み額1億2619万円歳出 6億3541万5千円支出済額1億8249万1千円下水道事業歳入14億7127万4千円2億7726万7千円歳出14億7127万4千円3億1963万円 資本的収支2項目水道事業歳入5944万6万六千円378万5万五千円歳出1億484万1万一千円2513万3万三千円下水道事業歳入2億318万9千円 千七5743万7000円。歳出3億2344万7000円。2億3684万8000円。表を終わり。令和6年度当初予算編成について。市は令和6年度の当初予算編成にあたり、基本的な考え方である 令和6年度予算編成方針を定め、市ホームページで公開しました。方針では、将来に過大な負担を残すことのないよう、1、後期基本計画事業の完遂を見据えた着実な実施。2、市民生活の安全安心の確保。3、子どもの成長のための施策の推進。 4. 将来を見据えた行財政運営の実現を掲げています。今後、各課の当初予算要求について、ヒアリングなどを経て、予算案を編成し、令和6年第1回議会定例会に提案します。問い合わせ、財政課、電話401-6658。 公営企業会計は上下水道課電話「白石文化団体協議会第10回主催事業明かりアートフェスタ2023再生と祈りコロナ禍を経て文化活動を再び豊かなものにしていきたいと願い希望の明かりを灯すイベントを実施します。 灯籠の明かりとステージパフォーマンスをお楽しみください。日時、18日土曜、16時30分から。オープニングセレモニー。場所、文化センター前広場。雨天の場合は文化会館内。明かりアート。手作りの紙灯籠を庭園に並べ、その輝きで、 豊かな文化・地域の再生に向けた祈りと希望の空間を作ります時間16時30分から20時場所文化センター前広場スタンプラリー当日梨坊ホールで受付します会場設営のお手伝いを募集します当日14時から 会場スタッフにお声がけください。ステージパフォーマンス時間17時から会場16時30分場所文化会館なし坊ホール出演フラダンスアロハフラナニケオケオ米津千恵さん朗読佐藤千恵子さんピアノ 村岡祥子さん合唱白い少年少女合唱団特別演奏マリンバ演奏宮の下志龍さんソプラノ読唱小松萌さんピアノ小山恵さん問い合わせ白石文化団体協議会佐藤電話090 二六五六零九八零野田電話零九零七二三二二八三三障害学習課電話四九二一一二三冬は特にノロウイルスに注意ノロウイルスに効果的な薬はありません食中毒は夏だけではありません。 ノロウイルスによる食中毒は、秋から冬の寒い時期にかけて多発します。乳幼児やお年寄り、免疫力が低下している人がかかると重症化することがあります。下痢や嘔吐の症状が出たときには、水分を多めに摂取し、早めに医療機関を受診しましょう。予防のポイント手洗いをしっかり行う 石鹸で念入りに洗って食品や調理器具に注意食品は十分加熱中心部が8 5度から9 0 °で90秒以上まな板などは熱湯消毒8 5 ° 85度以上で1分以上を人からの感染を防ぐ感染者の便や凹凸物を処理する際は要注意 問い合わせ健康課電話4973494イベント図書館の書庫で好きな本を借りよう普段は入れない書庫で自分の好きな本を選び借りることができます日時23日祝日110時から214時から 各回40分程度。対象白石立図書館の利用カードを持っている人各回、先着9人1グループ3人まで場所申し込み問い合わせ7日火曜9時30分から22日水曜17時までに図書館電話4921122星空ライブコンサート 三味線桂小三味線の演奏と歌を星空と共にお楽しみください。星座解説もあります。日時25日土曜14時から15時20分。場所プラネタリウム館ドーム。対象一般先着86人。費用1000円。申し込み 1> 1日水曜9時から文化センター図書館等3階窓口で14日火曜から電話で予約開始問い合わせプラネタリウム館電話4921125「西白井複合センター祭り年に一度のお祭りです」「展示模擬展」「ステージ発表」「児童コーナー」など。 いいろろな催しが楽しめます。日時12月9日土曜10日日曜10時から15時持ち物スリッパレクホール入場の際その他駐車場は利用できません場所問い合わせ西白井複合センター電話4921011募集 参加者募集駅前センターフェス日頃の活動成果を発表しましょう日時令和6年3月16日土曜17日日曜対象白い駅前センター利用団体優先市内活動団体なお参加団体は会議全3回の参加必須 場所申し込み問い合わせ11月22日水曜までに申し込み書白い駅前センターにありますを「総合計画審議会委員」「市の長期的な指針となる 総合計画の策定などを話し合う審議会です詳細は市ホームページを確認してください対象市内在住在勤在学の成人2人その他報酬1回6600円申し込み問い合わせ15日水曜までに直接企画制作課電話 1> 1 QR コードあり健康福祉子宮頸がん乳がん前立腺がん個別検診予約は30日木曜まで子宮頸がん検診および40歳以上の乳がん検診は集団検診でも受診できます受診には予約が必要ですので 詳細は、問診票同封の案内で確認してください。その他2年に1回の検診のため昨年度に受診した人は対象外申し込み問い合わせ問診票は手元にないが受診を希望する人は健康電話497-3495 11月8日はいい波の日。 歯や口は話す、食べる、笑うなど健康な生活に欠かせない役割を担っています。市では30日木曜まで歯周疾患検診を実施していますので詳細は市ホームページで確認してください。問い合わせ健康科電話 497-3472QR コードあり 五、講座講演。知らないのはもったいない。NISA 講座。今後のライフプランを考えるきっかけになります。日時、十八日土曜、十時から十二時。対象、一般、先着十五人。講師、日本証券業協会、金融証券インストラクター。 寺林樹さん場所申し込み問い合わせ16日木曜までに白い駅前センター電話4971151講演会賢いカラスの本当の秘密鳥類学の専門家が解き明かすカラスの常識を知ってトラブルを回避しよう。 日時18日土曜13時30分から15時受付13時場所我孫子市障害学習センターアビスタ2階ミニホール対象小学生から大人先着60人講師科学ジャーナリスト柴田義秀さん申し込み問い合わせ2日 木曜9時から 1QR コードから2メールで指名子供は学年も住所電話番号を手賀沼流域フォーラム実行委員会事務局竹内電話090-3907-8355メールアドレス teganuma fom.ya.co.jpQR、ah、コードありクッキング教室オートミールクッキーとチャイナッツをたっぷり入れたオートミールクッキーとスパイス香るチャイを作ってみませんか日時19日日曜 「9時30分から11時30分」「対象市民大人先着8人」「持ち物エプロン三角巾、布巾」「マスク」「筆記用具」「飲み物」「スリッパ」「費用」「300円」「材料費」「場所」「申し込み」「問い合わせ」「15日水曜17時までに富士センター」「 電話「そば打ち体験講習」「白井さんのそば粉を使ってそば打ちにチャレンジしてみませんか?」「日時21日火曜10時から13時」「対象市民大人先着8人」「講師 NPO 法人白井環境塾の皆さん」「持ち物マスク」「 上履きエプロン三角巾布巾手拭きタオル筆記用具費用500円材料費場所申し込み問い合わせ14日火曜17時までに富士センター電話4461911ワクワクサロン白い朗読サロンの皆さんによる 朗読会をお楽しみください。日時22日水曜11時から14時30分その他ドリンク販売あり100円なお昼食持ち込みか場所問い合わせ白い駅前センター電話4971151青年貢献制度講演会 個別相談会開催講演会日時1 11月26日日曜212月23日土曜31月22日月曜いずれも13時30分から15時30分場所保健福祉センター対象一般各先着60人 内容1・成年後見制度と支援内容2・家族信託とは3・事例紹介講師1・一般社団法人成年後見普及協会金原和也さん2・特定行政書士甲斐忠美さん3・ NPO 法人 青年後見なしぼう安心サポート後見担当者個別相談会日時11月26日日曜212月23日土曜31月22日月曜いずれも15時30分から17時場所保健福祉センター 対象一般各先着4人講師社会福祉士申し込み1は11月23日祝日までに2は12月20日水曜までに3は1月19日金曜までに NPO 法人青年貢献なしぼう安心サポート電話404 74 28問い合わせ高齢者福祉課電話4973484懐かしのレコードを聞いてみる会眠っているレコードやお気に入りの一枚を持ち寄り懐かしみながら語り合う会です日時26日日曜14時から16時30分場所 市役所東庁舎1階多目的スペース持ち物レコード申し込み問い合わせ QR コードか白い市民町づくりサポートセンター電話 4013729QR コードありアロマのハンドクリームと蜂蜜のリップクリーム作りアロマオイルを使って お気に入りのハンドクリームを作りませんか一緒に保湿力の高いはちみつのリップクリームも作ります日時26日日曜10時から11時対象市内在住在勤の大人先着6人講師 AEAJ 公認ブレンドデザイナーアロマテラピーアドバイザー杉山美沙さん費用 1200円材料費場所申し込み問い合わせ西白井コミュニティプラザ電話497-5771ちょいこまサポーター養成講座ちょいこまとは高齢者の日常生活におけるちょっとした困りごとの略称ですやりがいや生きがいを持ちたい人はぜひ参加してみませんか 日時27日月曜9時30分から15時30分場所保健福祉センター3階団体活動室対象市民先着15人内容1超高齢社会体験ゲーム2ちょいこま団体の活動紹介など申し込み問い合わせ LINE 化社会福祉協議会 電話四九二五七一三 QR コードありシュトーレン教室クリスマスに向けてドイツの伝統的なパン菓子シュトーレンを手作りしてみませんか？日時十二月六日水曜九時三十分から十三時対象市民大人先着十六人持ち物エプロン マスク三角巾、手拭きタオル布巾2枚上履き費用600円材料費場所申し込み問い合わせ11月29日水曜17時までに富士センター電話4461911デジタル講座タブレットでズーム体験 オンンラインで仲間とつながってみませんかタブレットが使えない人基本操作を再確認したい人におすすめです。日時12月7日木曜13時30分から15時30分対象市民先着10人講師ソフトバンク公認スマホアドバイザー場所申し込み問い合わせ桜台センター 電話6シニア敬老会行事開催のお知らせ白井第三小学校区日時18日土曜10時から14時場所富士センター対象対象者には個別にお知らせします問い合わせ 行事の詳細については、白井第三小学校区地区社会福祉協議会、電話446-2600、火曜、木曜、土曜。その他の問い合わせ、高齢者福祉課、電話497-3484。スマートフォンの使い方講習会。初めてのスマホ。 基本とキャッシュレス体験講習会です日時28日火曜13時30分から15時30分場所高齢者就労指導センター対象60歳以上の市民抽選10人申し込み問い合わせ14日火曜までにシルバー人材センター電話4981717 案内。改正千葉県最低賃金。10月1日日曜に県内すべての労働者に適用される最低賃金が時間額1,026円に改正されました。42円増額。最低賃金以下で働かせることは違法です。詳細は千葉労働局ホームページをご覧ください。 問い合わせ千葉県労働局電話 043-221-2328QR コードあり秋の全国火災予防運動2023年度全国統一防火標語火を消して不安を消してつなぐ未来9日木曜から15日水曜まで 周期全国火災予防運動が実施されます家庭や地域で今一度防火に心がけ火の取り扱いには十分注意しましょう火災による高齢者などを中心とした死者の発生と財産の損失を防ぐためにも住宅用火災警報器を設置しましょう ウォーカポスターコンクール入賞作品決定印西地区消防組合管内の小学生から寄せられた526点の作品の中から岩井海人さん清水口小学校3年生の作品が最優秀賞管理者賞に輝きました作品は8日水曜から15日水曜まで イオンモール千葉ニュータウンで掲示します。問い合わせ。印西地区消防組合。電話。零四七六。四六九九七一。税を考える習慣。国税庁では。十一月十一日土曜から十七日金曜を。税を考える習慣として。 集中的に様々な広報・公聴施策を実施しています。詳しくは国税庁ホームページで確認してください。問い合わせ成田税務署電話0476-28-5151 QR コードあり11月は児童虐待防止推進月間 児童相談所全国共通3桁ダイヤル189いち早くお住まいの地域の児童相談所につながります子どもの命と権利未来を守るためにもしかして虐待かもと思ったらすぐに電話をしてください。地域に住む私たちには虐待通告の義務があります。 問い合わせ市家庭児童相談室電話4973477平日の9時30分から16時30分子ども家庭110番千葉県中央児童相談所内電話043252115224時間365日対応 女性への暴力をなくす運動期間被害を受けたり見かけた場合一人で悩まずに相談をしてください DV 相談日時平日8時30分から17時15分場所保健福祉センター女性生き生き相談要予約専門の相談員が悩み事をお聞きします 日時第2第4木曜10時から16時場所保健福祉センター配偶者暴力被害者等緊急一時避難支援金配偶者などから暴力を受けた人が生命の安全確保を目的に所持金を持たず緊急避難する場合に宿泊料や交通費定額などを支給します。 申し込み問い合わせ子育て支援課電話30日木曜まで住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯に1世帯当たり3万円を給付します。 9月に対象と思われる世帯に送付した住民税均等割のみ課税世帯に対する電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書が届いている世帯は確認・返送してください問い合わせ白石価格高騰重点支援給付金受付窓口電話 050-5443-1627平日8時45分から17時印材霊園合葬式墓地申請印材霊園の合葬式墓地使用申請を受け付けています。詳細は、印材地区環境整備事業組合ホームページ。 または環境課で配布している申請案内を確認してください。対象白石・印西市に7年以上居住し住民基本台帳に記録されている人その他芝生募集の募集は終了しました申し込み問い合わせ30日木曜までに印西地区環境整備事業組合 院在霊園管理事務所電話0476420095休館さわやかプラザ軽井沢館内設備メンテナンスのため臨時休館します日時13日月曜から17日金曜問い合わせさわやかプラザ軽井沢電話44242 6 150 7. お元元気気でですす。か管理栄養士です食べて元気にフレイル,ルという言葉をご存知ですかフレイルとは加齢により心身が老い衰えた状態のことを言います。そのまま放置すると病気にならないまでも手助けが必要となったり。 要介護状態になる可能性があります大事なことは早めに気づいて適切な取り組みを行うことですフレイルは早く対策すれば進行を防ぎ健康な状態に戻る可能性があります特に高齢期の痩せは肥満よりも死亡率が高くなります65歳を過ぎて病気でもないのに痩せてきたら メタボ予防からフレイル予防への切り替え時ですフレイル予防の3つのポイント1栄養・食食事事のの改善食事は活力の源ですバランスのとれた食事を3食しっかりとりタンパク質を意識して食べましょうまたお口の健康口腔ケアにも気を配りましょう 2身体活動ウォーキングストレッチなど身体活動は筋肉の発達だけでなく食欲や心の健康にも影響します今より10分多く体を動かしましょう3社会参加趣味ボランティア就労など趣味やボランティアなどで外出することはフレイル予防に有効です 自分に合った活動を見つけましょうこの3つのポイントの中でも特に食事は大切です決まった食べ物を食べるのではなくいろいろな食品や料理を組み合わせて一日3食食べることで必要な栄養素をまんべんなく摂ることができます料理が大変な場合は市販の総菜や缶詰レトルト食品などを 上手に活用してみましょう。問い合わせ・健康課電話497-3494 8. インフォメーション市民団体の催し物や会員募集などの情報を掲載しています。参加費などの記載のないものは無料です。イベント 白石郷土市の会定例会陸軍航空教育の組織と人材育成下志津飛行学校を中心にをテーマに開催します日時4日土曜13時30分から15時30分場所西白井複合センター講師軍事私学会会,会員森信之さん 費用400円、資料代、問い合わせ小木曽、電話4911979、家事家計講習会、予算のある家計簿で生きたお金の使い方、選び取る生活、家事のヒントを一緒に考えてみませんか会員手作り品販売もあります。日時、 11日土曜10時から14時場所市役所東庁舎1階多目的スペース対象どなたでも申し込み不要問い合わせ千葉ニュータウン友の会西ほ木電話4918120第6回食未来地域 X 次世代 ファームでつくばで青パパイヤを栽培しているジミーさんこと柳下浩一郎さんをゲストスピーカーにお迎えし食に携わる人食に興味がある人との交流を行います日時16日木曜13時から16時場所市役所東庁舎1階多目的スペース 対象一般30人講師柳下光一郎さん申し込み問い合わせスケッチクラブメールアドレス「s k e t c h c l u b s h i r o i g m a i l c o m 募集伝言版英語サークルエバーグリーン会員募集映画、歌、トピック、スピーチ時には英文法を楽しく学びます日時毎週水曜19時から21時場所白い駅前センター対象英語に触れていたい人講師メンバー持ち回り 費用、月会費1000円会場費印刷など問い合わせエバーグリーン藤本。電話40174319相談健康相談1日水曜9時30分から11時富士センター前日までに要予約 29日水曜9時30分から11時保健福祉センター予約不要内容保健師などが対応成人の血圧測定体脂肪率測定腹位測定乳幼児の身体計測バスタオル持参栄養相談電話や窓口で随時相談可能です。 問い合わせ健康課電話497-3494ニート引きこもり相談会15歳から39歳11月6日月曜12月4日月曜18時20分から20時50分市役所東庁舎会議室ズーム問い合わせ 生涯学習課電話 401-8942QR コードあり年金労働相談13日月曜10時から15時場所問い合わせ保険年金課電話401-3942中小企業経営創業何でも相談14日火曜 14時から17時市役所東庁舎相談室202203問い合わせ産業振興課電話4014641心の健康相談精神保健福祉士による相談要予約8日水曜22日水曜10時15分から15時 医師による相談前日正午までに要予約9日木曜10時から12時保健福祉センター相談室申し込み問い合わせ障害福祉課電話4973483人権相談9日木曜13時から16時 市役所東庁舎相談室203問い合わせ市民活動支援課電話4014078住宅リフォーム無料相談会5日前までに要予約15日水曜13時から16時市役所東庁舎相談室203申し込み問い合わせ 建築宅地課、電話4014675行政相談、16日木曜、13時から16時市役所東庁舎相談室203問い合わせ総務課、電話4015974木造住宅無料耐震診断相談 5日前までに要予約24日金曜10時から16時市役所東庁舎相談室203問い合わせ建築宅地課電話4014675交通事故相談2日前までに要予約29日水曜10時から12時13時から15時 市役所東庁舎相談室203申し込み問い合わせ市民活動支援課電話4014081教育相談相談員による相談予約優先火曜から金曜10時30分から16時30分市役所東庁舎教育相談室 申し込み問い合わせ教育支援課電話4922301就学相談月曜から金曜8時30分から17時場所問い合わせ教育支援課電話401-9471消費生活相談月曜から金曜10時から12時 13時から16時。から場所問い合わせ市役所本庁舎消費生活センター内線3202無料職業紹介月曜から金曜9時から12時13時から17時受付16時まで場所問い合わせ市役所本庁舎無料職業紹介所 内線3 3「家庭児童相談」月曜から金曜9時30分から16時30分「場所問い合わせ保健福祉センター家庭児童相談室」「電話4973477」「障害者就労相談要予約」「毎週水曜10時から16時」 保健福祉センター会議室1申し込み問い合わせ障害福祉課電話4973497心配事相談予約優先10時から15時一般17日金曜弁護士法律8日水曜24日金曜税理士相続 15日水曜司法書士10日金曜場所申し込み問い合わせ保健福祉センター社会福祉協議会電話4925713外国人相談サポートトゥーフォーリナーズ月曜から金曜8時30分から17時15分場所問い合わせ 企画制作課電話高齢者に関する相談介護認定新規申請1白い第一小学校区白い第二小学校区七次大小学校区桜大小学校区月曜から金曜8時30分から17時15分 場所問い合わせ白い中央地域包括支援センター保健福祉センター内電話49734742南山小学校区池上小学校区火曜から土曜8時30分から17時15分場所問い合わせ白い駅前 地域包括支援センター白井駅前センター内電話49281003大山口小学校区清水口小学校区白井第三小学校区火曜から土曜8時30分から17時15分場所問い合わせ西白井駅前 地域包括支援センター西白井複合センター内電話4975170白石市中小企業等臨時支援相談完全予約制毎週月曜木曜10時から16時休みの日あり要事前確認 市役所東庁舎相談室202申し込み産業振興課電話4014641問い合わせ市商工会電話4920721休日夜間の窓口納付と納税相談休日26日日曜9時から12時夜間 三十日木曜十七時十五分から二十時市役所本庁舎一階問い合わせ修税課電話四零一四一零四。出張所での住民票等の発行日。出張所は令和五年十二月末をもって廃止となります。出張所曜日時間の順に読みます。 白い駅前出張所、富士出張所、火曜、木曜、8時30分から12時、土曜、8時30分から13時、14時から17時15分、西白井出張所、桜台出張所、水曜、金曜、8時30分から12時、日曜、8時30分から13時、 時時から17時15分公民センター出張所月曜から金曜8時30分から17時15分祝日など各センターの閉館日は各出張所も閉所します戸籍証明は平日のみ発行可能です問い合わせ市民課電話4013846 新鮮朝市市役所駐車場毎週土曜7時から7時30分富士センター駐車場毎週日曜7時から7時30分問い合わせ産業振興課電話401463110文化センター 住所白石福1148-8このコーナーは文化会館、図書館、郷土資料館、プラネタリウム館からのお知らせです。文化センター休館日は月曜年末年始。なお祝日は開館します。ただし祝日が月曜日の場合は休館です。文化会館 電話492-1121市民文化祭などの催しはプログラム2と3で紹介しています。図書館電話492-1122火曜9時30分から19時水曜から日曜祝日9時30分から17時 なお30日木曜は館内整理日のため休館となります。展示コーナー10月から11月図書館員のおすすめ本読書週間10月27日から11月9日に合わせて職員が選んだおすすめ本を展示します。郷土資料館電話電話 4921124常設店白井の歩み商店時古文書集補速報店火曜から日曜9時から17時料金は無料ですプラネタリウム館電話4921125項目内容 日時、金額の順に読みます。項目、一般向け投影、アストロアワー、約45分間。内容、12日、日曜までは、今宵の星空散歩、プラネタリウム100周年、18日、土曜から、クリスマスミュージックとともに、日時、土曜、日曜、 3日祝日15時30分23日祝日25日土曜は別内容プラチナアワー約45分間シニア向け慣れ親しんだ曲とともにきらりと光る天文のお話をお楽しみください。今回は宇宙望遠鏡のお話です。 9日木曜11時11日土曜13時30分どなたでも学習投影約60分間中学3年生で学習する地球と宇宙についての投影ですデジタルプラネタリウムで宇宙の広がりを体験しましょう18日土曜13時30分金額はいずれも 市内大人280円高校生以下110円おのおのの開始時刻30分前から券売ちょっと知りたい大人のための天文教室2回目約60分間太陽や星座の季節による位置の変化について詳しくお話しします16日木曜11時 市内円、前日までに用予約。熟睡プラネタリウム約45分間勤労感謝の日にちなみ日頃お疲れの皆さんに心地よいひとときを過ごしていただくプログラムです23日祝日113時30分215時 市内280円各界定員40人。11。こしり優しい梨収穫用エプロンをシルバー人材センターが制作。白石シルバー人材センター手工芸班の皆さんが高齢化が進む。梨農家さんの体への負担を少しでも軽減したいと。 梨収穫用エプロンを製作しました首や肩から袋を下げるのではなくカンガルーのように腰に固定することで梨をたくさん抱えても負担を感じにくい作りになっていますエプロンを作ったきっかけは何ですか梨農家さんから相談を受けたことがきっかけです梨農家さんからの要望を聞きながら 収穫した梨が落ちないようにタッグを入れたりして使いやすさを求めて改良に改良を重ねてできたデザインです苦労したことはありますか普段やっている小物修理とは全く違うものなので形を決めるのに苦労しました重さに耐えられるものに仕上がるまでがとにかく大変でした反響はいかがでしたか 梨農家さんからは、収穫時の必需品と言っていただけて好評です。また、新聞にも取り上げられ、鴨川市在住の方からも注文がありました。苦労して完成させたものなので、達成感に包まれています。今後の展望を聞かせてください。シルバー人材センターの作業内容は、 屋外で大変というイメージがあると思いますが家事援助の仕事や手工芸班のようなサークル活動もありますもっとセンターに女性会員が増えることを願っています市民の皆さんへのメッセージをお願いします手工芸班は毎週金曜日の10時から15時に活動しています ズボンの裾上げや、簡単なサイズ直し、ボタン付けも受けたまわります。エプロンは受注生産で、1つ2000円で販売しています。応援よろしくお願いします。ここに、梨収穫用エプロンとシルバー人材センター主工芸班の皆さんの制作の様子の写真が掲載されています。 問い合わせ秘書課電話4016913取材の詳細は白いマッチに掲載中 QR コードあり男性料理教室日時18日土曜10時から13時30分受付9時45分から対象市内在住の男性 先着16人、内容講話調理実習鶏胸ヘルシー酢豚風大豆サラダわかめスープバナナヨーグルト費用500円持ち物エプロン三角巾、マスク筆記用具場所保健福祉センター申し込み問い合わせ 15日水曜までに、氏名、住所、電話番号を検討か。電話497-3494。11月の移動交番開設予定。時間は午前と午後の2通りあります。午前は10時から11時30分、午後は13時30分から15時です。 福祉センター、7日火曜午前、22日水曜午後、白い運動公園、8日水曜、17日金曜、いずれも午後、30日木曜午前、南山公園、2日木曜午前、富士センター、10日金曜、24日金曜、いずれも午後、 白いコミュニティセンター6日月曜20日月曜いずれも午前ローソン千葉白井店13日月曜午前27日月曜午後ミニストップ白い河原御店9日木曜午後21日火曜午前西白いコミュニティプラザ1日水曜午前 15日水曜午後29日水曜午前豊市公園14日火曜午前28日火曜午後なお事件事故などの発生や気象条件などにより変更になる場合があります白石犯罪交通事故火災などの発生状況8月発生状況 件数などの順に読みます犯罪3項目犯罪総数28件電話で詐欺0件電話で詐欺被害額0円交通事故3項目人身事故数11件死者数2人自転車事故数2件火災など3項目火災 一件。救急。三百二十三件。救助。二件。ご注意ください。電話で詐欺の被害が。増加しています。問い合わせ。印西警察署地域課。電話。零四七六四二。零一一零。編集後期 10月下旬から一気に冷え込みましたね。風邪やインフルエンザなどにも気をつけながら生活していこうと思います。中島広報白井は、音訳ボランティア山彦の協力により、CD で聞くことができます。問い合わせ・秘書課、電話401-6913これで、声の広報白い 十一月一日号を終わります。声の広報白井は。一日と十五日に発行しています。この C. D. は。秘書家の承諾を得て。視覚障害者。 その他活字による読書が困難な方のために制作し80分に収録しました広報に関すするおお問いい合わせは秘書課へお願いしますなお音楽はやまびこのオリジナル曲「鳥居明美作曲演奏」ですこの後には何も録音されていません